皆さん、こんにちは、ティンダーの脈を、キークタックです。サッカーですね、いろいろ、はい。問題ありましたね。ロシア、ウクライナ情勢の影響もあって。そのロシア、プライアリーグ、橋本が昨年10月以来出場したそうでございます。後半39分までプレーしたが、チームは敗れてしまいました。はい。その影響もあったか、空港の閉鎖で延期。確かに橋本にとって、去年10月以来のリーグ選手と、日本代表、今後影響する可能性が高いと言っていいです。 ただ、国際サッカー連盟によりますと、FIFA ですね。はい。ウクライナに進行したロシアでプレイする外国人の選手や監督の遺跡に関する特殊性で措置を決めた。長0まで所属クラブの公意に至らなくても、選手、監督は6月末の今季終了まで、一時的に他国のクレーブへと移れることは認められます。ロストフは日本代表の経験のある橋本健人が所属しております。ただし、進行により、国内リーグ活動が止まっているウクライナのクラブに所属する外国人選手や監督の契約も一時停止し、 国外でのプレー機会確保を目指す。いいですね。国際移籍は通常夏と冬の一定期間内に認められたんですが、しかしこれはね、一クラブ2選手までですね、ここの特例、この声明を出したのは、あの、特例措置はどう思うでしょうか以上です。バイバイ。